虹の彼方は、毎日放送制作、TBS 系列で放送された昼ドラマ。ドラマ30枠で2004年8月2日から10月1日に、かけて、毎週月曜日から金曜日まで13時30分から14時に、かけて放送された。主演は、江本かな子と、尾崎千明。会社経営者の裕福な家庭で暮らす、主人公の小川千尋は、ミュージカル。 オズの魔法使いを感激し、女優になることを志す。しかし、中野勇の暴略により、会社を倒産させ、千尋の両親を死に追い込んだことで、残された千尋は貧しい暮らしを強いられることになる。様々な困難と出会いを乗り越え、大人になった千尋は、中野に復讐を企む。キャッチコピーは、お前だけは、許さない。 オープニングテーマのイントロ部分で千尋によるコピーのセリフが流れるのと同時にタイトルが表示されている。一部放送話では何らかの都合でセリフが流れないことがあった。作品は夢と家族をメインテーマとしたヒューマンファンタジーとしてより人が生きていくために必要なものとは何かを各登場人物を通して視聴者に投げかけた。しかしながら クライマックスに向けて、サスペンスと昼ドラマ特有のドロドロさが強まっていった。主演の榎本かな子をはじめ元アイドルとして活躍した、女性タレント、女優や小木茂光をはじめ名バイプレイヤーが、数多く出演しており、当時のドラマ30作品としては、豪華な配役となっている。MBS のドラマ30作品では初めて、 公式ガイドブックと称するムック本が宝島社より発売され、出演者や制作者のインタビューなどが掲載されている。2005年1月に3巻に分割した DVD、ボックスと全話収録のコンプリートボックスを発売している。タイトルは1939年の映画、オズの魔法師の主題歌、虹の彼方ににちなむ。他以下38話分まで記述。 第14は、小川千尋が腕を洗っていた、公園、川島プロ主催のオーディション最終選考会場へ、向かう千尋は、嫉妬した、遠藤直子に通学路の河原で突き飛ばされてしまう。千尋は泥まみれになった服や手足を、公園の水道で洗い、オーディション会場へ向かった。第17は、唐沢義和と再会した、小川千尋、千尋は、 川島プロの送迎バスの車窓から劇団ポプラの公園チラシを配る指切りのお兄さんを発見。水沢明にバスをローソン脇に止めさせる。現在、ローソンは解体撤去されている。小川家の悲劇から千尋がビタースイーツでデビューするまで小学4年生の小川千尋は環境機器メーカー、株式会社小川の社長令嬢であった。 社長の小川直行は、元運転手の中野勇から逆恨みされて、新製品の特許を奪われて、倒産に追い込まれてしまう。直行は、手当たり次第取引先に電話をかけて、説明をするが話を聞いてもらえず、生産工場の工場長に、生産の中止を申し出ると剣幕で怒鳴られ、ついには、会社の前で、路上販売を決行するが、 チンピラが現れて暴行されてお金まで持ち逃げされた。窮地に追い込まれた直行は、自身の生命保険で社員の生活や、会社の負債を返済すると決心し、娘の千尋と妻の久美子を置いて自殺。残された、直行の妻、久美子と娘の千尋は、久美子の弟の遠藤隆を頼り、そのうどん店で住み込みで働くことになるが、 高志の妻のみゆきは、収入のない小川星の弱みにつけ込みうどん店の、仕事をさせた他に家事をさせ、忙しさのために、病院の定期健診にも行けないくらいだった。それでも久美子は、お芝居の好きで、たまらない千尋のために、中野の会社の内職をこっそり始めるのだった。しかし、久美子は、無理が、たたりがんを再発し、さらに、 中野の会社の内情を知る秋葉工場長を殺害した容疑で罪をなすりつけられ、拘置所に収容される。病気が日々悪化していく中で久美子は、警察から毎日罪を認めれば刑が軽くなるという、誘導尋問に対して、千尋の劇団の月謝を中野に保証して、もらいたいばかりに黙秘を続け、癌は悪化し、拘置所内の医務室で看護師であり、吉一の母親である。 唐沢由紀子に見取られながら、夢は誰にも盗めない。夢は、千尋だけの宝物なのという最愛の娘への、メッセージとも取れる、遺言のような言葉を残して、息を引き取ってしまう。やがて千尋は、中野の陰謀により、中野の家に引き取られることになる。母親の死後、小川千尋は、母の、突然の死とおわに劇団を強引に対談させられて、しまったことが原因で、 激しい絶望感の中、いつも行く公園で落ち込んでいた。そんな時、老人が公園で温かい励ましの声をかけてくれた。後に、千尋の師匠となる、しげじいこと、盾のしげる作りである。かすかな希望の光が見えてきた千尋は、親戚の直子やその、友達たちが、泥水の地面に投げ捨てた、芸能雑誌を見て、目を輝かせる。そこには、 川島プロのオーディションの記事が書いてあり、千尋はすぐに受けようと決心する。しかし、保護者である中野に同意してもらえないことに焦りを感じ、夜中に印鑑をこっそり探して、自分で押すという最後の手段を取る。しかし、中野の息子の健一に見つかる。味方だと信じていたおじの隆史にも、中野の不意調が原因で理解してもらえず。 鉄橋で再び激しい絶望を感じていたところ、以前近所の公園で出会った、不思議な老人、シゲヤに助けられ、オーディションに応募することができた。千尋は、シゲヤのレッスンとアドバイスを受けて、才能を発揮し、書類選考、地方予選と、次々通過していった。全国大会の選考会議では、歌は、 うまくないが不思議な才能を感じさせる、小川千尋を推薦と、アイドルの王道とも言えるビジュアルと歌声の田代赤根を推薦が多かった。水沢明は、オーディションの申し込み書を渡した時から、千尋を10年に一度以上の才能と見込んでいた。明は、遠藤美雪の千尋の過去についての、告発にもかかわらず、選考会議で千尋を賞に選ぶことを強く主張し、 千尋は、審査員特別賞に選ばれることになった。グランプリ受賞の田代茜と、最終選考合格者の広川真希と共に、ビタースウィーツというグループを結成し、デビュー曲、ピュアは、大ヒットし、マスコミからは次々と取り上げれて、国民的なアイドルとなる。しかし、それを心よく思わない中野は、怪文書や、 週刊誌のゴシップ記事で川島プロに脅しをかける。川島プロの社長は涙の記者会見を企画して千尋に同情させて味方につけて切り抜けようとするが中野の攻撃はやまなかった。千尋は大変な状況の中でも仲間の励ましにより前向きに生きようと思っていた。そんな時以前久美子と一緒に工場で働いていた。 松村栄子がその記者会見の放送を偶然見ていて内容が事実と違うと感じ、千尋を探し出す。千尋は以前住んでいた煙屋へ行き、久美子からの手紙を発見する。そこで、久美子が自分の夢のために犠牲になっていたことを知り、さらに中野に弱みを握られていたせいで病気が悪化していったことを悟り、 だんだんと中野への不信感と、今まで騙してきた怒りがこみ上げてくる。そして、千尋は、中野邸に行き、真実を中野に問いただす。中野は、千尋と久美子を馬鹿にしたように話し、自ら無関係だと言い放つ態度を見た千尋は、あんたなんて人殺しよ、と言い放ち、激しい怒りの中、千尋は、中野に復讐をすることを決心して、姿を消したのであった。 一方、川島プロは、ビタースイーツに見切りをつけ、ラは責任を取って退職した。14年後、潜伏して、復讐の機会を狙う千尋と、小さな劇団の主演女優の千尋、吉和の主催する、劇団レインボーの稽古場、ストーリー上重要な場面に時々登場する建物。第22話、チケット代を持ち逃げした元劇団員のひろを、 吉和が追いかけていた場所。14年後、小川千尋の最愛の母親の久美子が罪を着せられた、秋葉殺害事件の事効まで、あと10ヶ月に迫った頃、大人になった千尋は、母の無実を証明するために、昼間は、ベビーシッター、企業調査事務所、夜は、ホステスになりすまし、中野の身辺を探っていた。中野の部下の名声専務が、クラブ、 ビタースイーツの常連客であること知った千尋は、ホステスになりすまして気づかれないように盗聴器を仕掛け、秋葉殺害の実行犯が柴田という男であることを知る。そして、雑誌記者として、中野の悪事を暴いた記事を書き本格的な復讐を開始した。一方、14年前、ミュージカル、オズの魔法使いの舞台裏で働いていた演劇青年の唐沢義和は、 自分が主催する劇団の公演を控えているが、資金繰りに苦しんでいた。そんな中、泣けなしのチケット代を劇団員に持ち逃げされる。吉一は、持ち逃げ班の劇団員に突き飛ばされた千尋に偶然出会うことになり、オズの魔法使いが好きな人が、そんなに簡単に夢を諦められるのかと千尋に問い返されて、初心を取り戻す。また千尋は、 匿名で150人分のチケット45万円を購入して、吉和の劇団公演の窮地を救うが、それが逆に、吉和の恋人である、遠藤直子の嫉妬心を煽ることになる。チケット代の話を吉和から聞いた直子は、千尋の行為を自分が買ったかのようにと嘘をつき、得意そうに、劇団レインボーの練習を見学しに行く。その際、主役の女優の恵美が、 ピナーレ部分で苦戦しているところをナ子にけなされて、やる気がなくなり、劇団をやめてしまう。吉和は、恵みの代役を、劇団員と共に探すがなかなか見つからず、公演の中止の危機に追い込まれる。そんな中、吉和はずっと心の片隅で気になっていた千尋に、頼めないかと考え始めていた。それを読み取ったナ子は、 吉和に気に入られるために自分が主役をやることを申し出たが、その演技は稚拙であり、監督気取りで見下した態度に、劇団員は激怒してしまう。吉和ズは、千尋を見つけ出して、主役を頼むが、いくら出すのか、他人の夢には付き合っていられない、とすげなく断られてしまう。だが、その千尋の言葉には、吉和に迷惑をかけたくないという思いやりと、 中野への復讐のことで頭がいっぱいだからだった。その帰り道、千尋は秋葉殺しの実行犯である柴田の父親が入院している病院へ情報を探るために知人を装って看病しに来るが、そこで偶然にも殺人犯の柴田と病院内ですれ違うことになる。面識がない柴田は千尋のことを不審に思い、後をつけ、神社で背後から千尋に襲いかかる。 たまたま通りかかった吉一は、千尋を助け出すが、柴田に突き飛ばされ、神社の石段から転げ落ちて、大怪我をしてしまう。そして彼は、新因性言語障害に陥って、声が出なくなってしまった。柴田の父親の形像はついに病死してしまうが、千尋が、最後まで看病を続けてきてくれたことに満足して、亡くなっていった。その看病をする。 千尋の姿と父親の最後の姿を見た柴田は、元ヤクザの義理と人情を取り戻したのか、千尋に興味を寄せて、自分の部屋へ招く。柴田は復讐の意図を問いかけるが、千尋は、自分の父親と母親を罠にはめた中野に対しての、強い恨みや、憎しみ。小学生で母親と父親を亡くし、自分の夢までを亡くさせられた、悔しさや、憎さ、悲しみ。 怒りの言葉を、涙を流しながら、誰かに問いかけるように話す彼女の姿を見て、復讐に協力することを約束したのだった。その後、千尋は、自分の復讐のために巻き込んで入院することになって、しまった。吉和のために、劇団レインボーの公演の主役を引き受ける。千尋は、芝居の世界に戻ることを期待しているシュゲアにチケットを送った。うどん店。 煙屋の主人、高氏は、雑誌の記事の真偽を中野に尋ねるが、これを密かにうるさがった中野は、キョルスを使った上、社員である高氏の娘、直子を突然解雇した。広報課長であった中野の息子、健一は、部下で同窓生だった直子を解雇されたことで父である中野に対して、不信感を強めた。そんな時、 牧の子供、マヒロが迷子になり、ケンイチに保護されるという事件があった。マヒロは、チヒロの子供だと思い込んでいるケンイチはチヒロを中野家に呼び出し、マヒロに謝るように言う。マヒロは、すっかりケンイチに懐いてしまい、次の土曜日に三人で会うことになる。その後、煙屋が放火されるという事件が起こる。チヒロは、茜が雇われママをしているクラブ。 ビタースイーツで、チカという名のホステスとして働いていたが、客としてやってきた、中野の会社の専務である名越が火傷で手に包帯を巻いているのを見て、煙屋の放火が中野の指示だと確信する。劇団レインボーは、無事に公演当日を迎え、会場には、千尋を小沢文子と考えている牧と、健一、ホステスのチカと考えている茜、そして、重谷が来ていた。 未知の原石に会えるかもしれないと考え、たまたま会場に来ていたアキラは、シゲヤの姿を見て、驚きを覚えていた。劇団レインボーの、オズの魔法使いを、現代風にアレンジした、劇、オズを夢見ての公演は、成功に終わり、劇団員たちは口々に喜びを言い表した。千尋の演技を見たアキラは、千尋の事務所を訪れ、芸能界へ戻るよう進めるが、千尋は、 きっぱりと断った。しかし、明は、決して諦めない意志を言い残してその場を辞した。千尋は、復讐の機会を狙う生活に戻る。放火された後、何度か中野の会社を訪れた高志は、その度に留守を使われていたが、ある日名越のやけどを見て、中野への疑いを強めた。うるさがった中野は、渋る名越に高のことを何とかする、よう指示する。 火災後の片付けをしている高志がカズトになったところを狙って傍観たちに高志を襲わせるのだった。クラブビタースイーツに来た名護氏は悪事に加担させられているのに嫌気がさしていた。近子と千尋は密かに新商品の横流しを強さする。千尋はまた叔父の高志が傍観に襲われて大怪我をしたことにショックを受け耐えきれなくなって行方をくらました。 千尋のいたマンションの一室に薪キを入れた、ルスデンが、明るく、しかし虚しく響いた。行方をくらまして1ヶ月、千尋が現れたのは、なんとブラウン管の中だった。自分を疑う県一のニューヨーク行きを取り消したばかりの中野は驚愕する。ビタースイーツの千尋復活の番組を見て、レインボーの劇団員。 かねをはじめとするクラブ、ビタースイーツのホステスと客たち、マキをはじめとするベビーシッター仲間も驚く。アキラは、千尋のために、久々にビタースイーツの感動の再会を企て、実行した。マキと、かねは、再会できたことと、千尋が芸能界に戻れたことについて、口々に喜びを言い表すが、芸能界に戻れたのにあまり嬉しそうでないチヒに二人は、 首をかしげるのだった。アキラも、マキア、ア同様、千尋の様子を不審に思い、シゲヤのところへ訪れる。アキラは、千尋が心を開かず、ただ義務的に仕事をしていることについて、どうしたらいいのか、シゲヤに相談を持ちかける。シゲヤは、自分の憶測に過ぎないが、母親のグミコが関係した、殺人事件の事項と関係があるのでは、とアキラに話す。 そんな折、ワイドショーに出演した千尋は、母親である久美子が、無実の罪を着せられて殺されたこと、そのことについては必ず償わせることを中野が見ている、ことを半ば意識して、発言をするのだった。千尋のワイドショーを見ていた、中野のところへ、柴田から電話がかかってくる。口止め料を要求する電話だった。吉和は、母、 クミコのメッセージを伝えようと、水卓オフィスを訪ねるが、そこで、アキラから、千尋が不在であること、連絡は、事務所宛てにするよう自分の名刺を彼に手渡した。吉和は、ケンイチなら何とかなるかもしれないと、アキラの名刺をケンイチに渡すのだった。千尋は、再びマスコミ取材で、具体的に名前は出さなかったが、中野が、小川の新商品を奪い取って、 父を自殺に追いやり、その事情を知る人物を殺させて、その罪を母になすりつけたこと。中野の名前は、以前、小沢文子の名で取材した記事を読めばわかること。中野がこの情報が広がらないように莫大な広告料で出版社を買収したと証言し、ますます騒ぎは大きくなった。中野の会社では、自社のことだと気づいた社員たちで大騒ぎになった。健一は、 鳴り止まない抗議や疑義の電話に対し名誉毀損で訴える準備があると答え、社員たちにもそのように応対させた。一方、名護師はついに退職願いを出す。ケンイチは千尋をバーネメシスに呼び出し、吉一が大事な話があるようなので会うようにということ、中野の社員を千尋から守ることを話す。明は重谷のところへ行き、 千尋に復讐をやめさせる、よう相談する。明は、大原静子のような大女優になってほしかった千尋が、このままでは、大原静子本人のように悲惨なことになってしまうと、詰め寄り、茂げは、悲しみと無力感に思わず頭に手を当ててしまった。明が謝ると、構わないと答え、何か、静かに決心したように、後悔は、心に毒だ。 と一言つぶやいた。一方、人目がなくなる時を狙って始末するようにと、中野から命令されていた、四角が千尋を橋の上で一人でいるところを、背後から襲いかかって首を絞める。それを見つけたのは、吉和だった。彼は思わず叫んで、四角を突き飛ばした。それは、吉和の言語障害が治った瞬間でもあったが、それを見た、奈子の気持ちは複雑だった。 義和は、レインボーの楽屋で、母親が、拘置所の看護婦だったこと。母親が、拘置所で亡くなった、久美子のメッセージを千尋に伝えたいと願っていたこと。久美子が苦しい息の下から懸命に千尋に伝えようと、した、メッセージ。夢は誰にも盗めない。千尋の夢は、千尋だけの宝物なの。ブリキマンの胸に、ハートの鈴をつけるのよ。を伝える。中野では、予定していた。 新商品を名越の転職したライバル会社グローバルエコーに出された経済誌の記事で大騒ぎになった。そんな時、健一は直子にネメシスに呼び出される。吉和と千尋が関係した千尋をボロボロにしてくれと吹き込まれるが平常心を装う健一。しかし、千尋を訪ねて新商品の設計図の横流しをしたのかと問うと法的処置を取ったら と切り返され、思わず彼女を下押し,倒してしまう。あいつならいいのかと叫ぶケンイチに、あなたがしたかったのはこういうことなのかと千尋が問いかけ、ケンイチは我に帰る。千尋は、あなたのお父さんがやってきたことをそのまま返しているだけ、冷静に考えれば真実がわかるといい、ケンイチは力をなくしたように千尋の部屋を出て行った。中野は、柴田から再び脅しの電話を受ける。 毒づいて対策を練ろうとする中野であるが、心の動揺は隠せなかった。そこへ、健一が帰宅して、父親が部屋いっぱいに髪を散乱させて、何かを探しているのを見て、小川一家に何をしたのかと問い詰め、中野のやってきたことを一つ一つ取り上げて質問する。中野は、すべてはケミチに貧乏の苦しみを味わわせたくなかったからやってきたことだと反論するが、 ケニチは、半泣きで体を震わせながら、返事をするしかなかった。煙屋では、たかしが店を再開するために、準備をしようとするが熱湯をひっくり返してしまう。義和は、店を手伝うと言い,い、仲間たちには二言目には夢を追いかけると言ってきたが、夢で遊んできただけのような気がしてならない。もう一度考え直したいと劇団を解散したいと、伝える。 すると仲間たちからは、吉和と千尋のおかげで公演ができたと感謝される。さらに、千尋との関係を問われて、14年前から忘れることができないくらいの大切な仲間だと吉和が答えたのを、早がてんし、結婚してしまえと仲間たちから声が上がる。皮肉にもそれを、ドアの外で聞いてしまった奈子は、ショックで、自暴自棄になり、ふらふらと道路に飛び出し、 交通事故を起こしてしまう。幸いにも、奈央子の怪我は、軽傷で済んだが頭を多少打っていた。そのためか、言葉や仕草が、幼児に対抗していた。ショックを受ける高志と吉和。千尋は、ワイドショーで、中野の専務が、煙や放火事件の後に手に火傷を負っているのを見たと、証言し、また大騒ぎになる。アキラは、 そんな千尋に復讐をやめさせるための説得をしようとしたとき、14年前に、くみ子を取り調べたとばけいじが、衰退オフィスにやってくる。とばけいじは、14年前から、くみ子の目標がどうしても気になって、仕方がなかったのだ。警察は優勝だ、と千尋に言われ、確信があるようだが、証拠があるのか、まはんにを知っているのか、と尋ねる。千尋は、まはんには、 中野だと答える。あなたは、母親そっくりだ。証拠を持っていながら隠し通すなら、母親同様間違った道を歩むことになる。と言い残して、鳥羽刑事は帰っていった。明は、人生かけて復讐してほしいなんて親がいるか、と千尋を説得しようとするが、千尋は、言われた仕事は、きちんとします。どうせお芝居なんて作りごと、私にとって、復讐の手段で、 水沢さんの商売の道具で、私は水沢さんの商品と口走ってしまう。明は悲しみのあまり千尋を強烈にビンタしてしまう。吉和は小返りを起こしている直子を連れて、煙屋へ帰るが、直子の相手をしている最中に、マスコミ取材が押し寄せ、吉和に質問の嵐を浴びせる。記者の一人が、千尋がワイドショーで、また証言すると叫び、 その声を聞いた記者たちは、潮が引くように去っていた。高志は、家出中のみゆきのところへ行くが、そこで、千尋が、母親の手紙を公開しているのを、テレビで見てしまう。これを放っておくわけにはいかないと、思わず繰り返し自分に言い聞かせてしまい、一度は、帰る気になったみゆきは、嫉妬のあまり、私たちのことなんでどうでもいいんだ、帰らない、とごね出してしまう。 高氏は、千尋の事務所を訪ね、姉の手紙を晒し物にするのをやめてくれ。復讐は、自分がするから、他の道を考えてくれと言うが、千尋に復讐は、自分がするから、今の家庭を大切にするようにと断られてしまう。力を落とした高氏は、煙屋へ帰ると吉一に千尋を説得してくれと、懇願する。吉一は、 水卓オフィスに千尋を訪ね、芝居を人を傷つけるために使っている。そんなのは、女優ではない、人として、芝居を愛する者として、君を軽蔑すると言い放つ。千尋が自宅に戻ると、今度は、健一が訪ねてきた。父の社長会人の道義を考えている。会社が落ち着いたら、自分も会社を辞める。だから、社員を助けてくれと千尋に懇願するが、 千尋は聞き入れない。健一は、千尋の父とは違う方法で会社を守る。子供の頃、千尋が夢を持って、明るく生きていることが羨ましく、自分と父にとっては、しっぺ返しになっていたと言い残して出て行った。牧にも、自分が同じ立場だったら必ず復讐すると、考えるが、自分の娘には復讐してほしくない。水沢さんは、同じことを言いたいんだ。 水沢さんは、私たちのことを一度だって商品だなんて思ったことは、ない、と言われ、千尋は、明を訪ねて謝る。明は、大原静子が、自分の娘の敵を取ろうとして、無実だったお手伝いの女性を自殺に追い込んでしまい、自分自身が心を病んで、すべてを失ってしまった悲劇を語り、何の関係もない人たちが、心の中に憎しみを植え付けられる。 復讐はやめてくれと説得しようとするが、千尋は体を震わせ、中野への憎しみを募らせるのだった。賢一は、千尋に復讐をやめてもらうために、自動演劇についての企画書を作り、吉一を呼び出して、演出をしてほしいと頼む。しかし吉一は、千尋に対する思いを悟り、自分で説得してくれと断る。賢一は、千尋のことが好きなくせに、 好きでもない遠藤直子の面倒なんか見るな。吉和は、あだの息子だからと好きな女にぶつかっていけないで、自分の影に隠れるなと言い合って、乱闘になる。やがて二人は、千尋のために何とかしなければならないと和解する。オズの魔法使いクリスマスの悲劇煙合え、夢の国母の決断はな涙の誕生日目否ハートの鈴香神。 千尋の夢黄色いリボン指切り光に抱かれて祝福。新しい生活ピュア涙の記者会見母からの手紙素顔を隠して4つの顔スクープ記事。薬病神夢の代理人に一死に一体協力者。疑惑シャボン玉。オズを夢見てアキラとの再会戦戦布告箱の中から復讐の女神時を超えて、父と子悪女マリア人として、大原静子レクイエムヘビお前だけは許さない。 赤い糸プロポーズ人殺し二次の彼方へ。ありがとうございます。